皆さんこんにちは。10月24日加賀島田が切るニュース日本の夜明けです。司会の加賀光栄です。皆さんご承知のようにパートナーの福井県立大学名誉教授島田洋一先生は今、衆院選挙の真っ只中ということで、一生懸命、走っておりますということで今日もお休みということになります。ということでスペシャルゲストをお呼びしております。僕も大好きな、中野区議の、吉田浩一郎先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そして我が番組の外せない女神、タレントの千葉玲子さんです。千葉さん今日もよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。はい、はい、それでは案内です。文化人独自取材不可解な謎が残る安倍元総理銃撃事件ドキュメンタリー映像を発売中。配信はダイヤモンドクラブです。有料会員は無料。概要欄からご登録ください。長尾隆さん国政復帰への道。長尾隆さん国政復帰への応援活動を始めました。また番組制作応援募金もお願いします。詳しくは概要欄をご確認ください。奇跡の7本指ピアニスト西川悟平コンサート。奇跡の7本指ピアニスト西川悟平が50歳の記念コンサートを1年以上前からサントリーホールで演奏する計画を立て、安倍昭恵夫人と後援会の方々も来場予定だったのですが、石破総理が予定外の衆議院解散総選挙、投開票日と重なって皆さん来れなくなりました。現在ドタキャンが相次ぎとても困っています。ぜひ皆さんコンサートに来てください。はい、今日のヘッドラインです。自民200議席下回る可能性、衆院選終盤情勢、石破絶望的予想で悲鳴、落選危機候補者をすっぱ抜く、石公明党代表とC共産党前代表が落選危機、大躍進へ日本保守党5議席以上獲得か、蓮舫氏が白い戦闘服で応援演説、来年の参院選に出馬か。面白いなはいありがとうございます。今日も盛りだくさんですね。ということで最終盤に突入したこの今回の衆議院選挙、もう自民党は悲劇的な絶望的な中でもう本当各場所からね悲鳴が聞こえてくるというような話なんですけれども、まずその話題からいきたいと思います。17番よろしくお願いいたします。はい、加賀先生注目、自民に危機感、石破首相悪夢のような民主党政権と安倍氏が多様のフレーズで野党批判。報道各社の情勢調査では自公で過半数割れする可能性も取り沙汰されている。首相は21日付で出した陣営向けの党の緊急通達で、死に物狂いで全国を駆け回ると切迫感を示した。演説内容も野党批判が色濃くなっている。首相は22日、愛知県豊田市での演説で、悪夢のような民主党政権というが、あの頃のことを覚えている人は随分減ったと指摘。続いて行った同県小牧市での街頭演説では、あんな人たちにこの国を任せるわけにはいかんとボルテージを上げた。悪夢のような民主党政権のフレーズは安倍晋三元首相が多用したことで知られる。小泉進次郎選挙対策委員長は栃木県小山市で無責任な野党に政権を渡すわけにはいかないと強調した。加賀先生です。10.21 夜、自民党本部、石破首相が絶望的予想で悲鳴を上げた。落選危機、小選挙区、重点区、候補者の名前をすっぱ抜く。はい、ありがとうございます。これね、悪夢の民主党政権というのは安倍さんがね、言ったセリフなんですが、その時に安倍さんが言ったことについてそういうことを言うんじゃないみたいな批判めいたことを石破さんは当時言ってましたよね。はい、でそれを今回平然と言うようになったっていうことは頭が狂っちゃったのか、それともこういうふうにしなければ安倍さんの真似して攻撃しなければもうどうにもなんないというところに追い詰められたのか、まあどっちかなんだろうと僕思うんですが、先生はどう思われますか？バカですね。一刀両なんですね。はい、素晴らしい。これはね、確認して、はい、今毎日新聞、の22日の記事ですけど、はい、うん、先生おっしゃった通りですね、うん、石破首相が悪夢のような民主党政権、うん、過去に安倍氏の発言を批判と、うん、そうですよ。いや、今でも覚えてますよ。当たり前にみんなそう思いますよ。はい、誰だって、うん、記憶力がよほど悪くなければ、うん、もう自分のしかも非常にこう的を射た批判だったわけですよ、うん、そう本当に悪夢のような民主党政権でしたから、うん、それはもうその時いい加減極まりないし、でたらめだったしね、その時に民主党の時だった私が一番詳しく説明できますよ。うん、あ、そっか、いかに悪夢であったか、はい、だから私離党したんですから。なるほど、はい、うん、だから悪夢の民主党って言って、うん、誰が批判をできなくても私は絶対できます、うん、自らのことなので、まあそれを石破さんがね、多分国民のためを思ってじゃないんですよ、うん、自分の立場をおんぱかって安倍さんを批判しとけと、うん、すると浮かび上がるアピールできるから、ね、そうすると限界左翼メディアに受けるからとか、うん、限界左翼政党に受けるからと。うん、保身のためにね、うん、そんなこと言うもんじゃないと言って、うん、ところが自分が自民党のトップになったらこれを言うって、いや、やっぱり冒頭申し上げた通りバカですかっていう、そうなりますよね。それ以外の感想ないですよね。だから総裁選の最中に言っていたことと総理になったら言うことが180真逆になって、でさらに今回は、なんだ日本創生、解散ですって言ってるわけですよ。つまりゼロから生まれ変わるって言ってるんですけど、全然生まれ変わりようがないじゃないですかね、これじゃね。でしかも岸田さんのやってること全部継承します、はい、創生でもなくて、はい、岸田第二次政権を作ったってだけの話であってね、はい、こんなの国民はみんな見抜いてるわけですよね。はい、という流れの中でね、先生ね、その 10.21 この終盤に差し掛かってやばいということで、自民党本部で情勢分析と作戦会議が行われたということで、10月21日夜9時過ぎから1時間行われたと。で石破総理と、それと、森山幹事長と、そして選対本部長の小泉進次郎氏と含めて参院からも来て6人で検討したと。ところがその6人が、まあ、情勢分析したところが自民党200割ると。でしかも自公でも過半数割れになるということになると、この選挙の勝敗ラインはどこですかって聞かれたときに、石破総理はとりあえずは自公で過半数を目指す。でもね、石破さんって汚いね、自公で過半数を目指すって言って、じゃあそれ割ったら責任取るんですかって言ったら、そんなことを今言うもんじゃないって逃げたんですよね。ということで本当にもう割るんだというようなことで、数字を見てもうその会議室がお通夜のようになっちゃった。でそこで何が話し合われたかというと、皆さん現職大臣は何人落選するんだろう。もうすでに現職大臣が落選することを想定しているわけですよ。と同時に内閣改造できるのかと、さらに政権維持のためには国民民主を巻き込んで連立を拡大しなきゃいけない。だけど石破さんの責任問題になっちゃうと、だからちょっと考えようということで、石破総理がこれから応援に入った選挙区でその議員が落選したら石破総理の責任直結した、だからそこは行くのやめましょうぐらいなふざけたね話し合いがあったということなんです。それぐらいちょっと危機的な状況が入った。どう思われますか？まあ身から出たサビというかまあ、自分の決断を自分で吹けというか、まあなんで想定できなかったのを僕たちっていうかね、っていうふうに思うんですけど、まあ最後のね、落選しそうなところは責任になるから応援に行かないと、もういかにも意地汚い見苦しい行為ですけど、逆だよね。でも落選しそうな戦っている人にとっては逆に朗報かもしれないですね、石破さんが来ない方がイメージ悪くなるから来ないでくれと。疫病神だからね。と私が多分そこで戦ってたらそう思いますね。なるほど。はい。私も都議選の時に鳩山さんとか来てすごく迷惑でしたから。誰が頼んだあの人って言って。そうね。ルーピーって言われてた人ですからね。まあルーピーって言われる前、まだ野党だったんですけど、まだ政権交代する前の選挙だったんですけど、誰が読んだんだって僕思いましたもんね。でもまあ新人だったから断れなかったんですけど。それでね、その重点選挙区って決めるわけですけれども、まあ20都道府県の約40の選挙区、そして大阪全区を重点区と決めて、まあ、ちょっと力を入れなきゃいけない。だけど大阪19あるんですけれども、まあ、そこに立っている自民党候補全敗の可能性が高いという流れの中で、落選危機に陥っている議員リストっていうのが、まあ、ある程度あって、ちょっとねそれ全部出すことができなかったんで、少しまとめてきたのもあるんで、ちょっと先生にも見てもらいたいと思います。すみません、よろしくお願いします。これですね。で、閣僚でそれこそ埼玉5区牧原秀樹さん法務大臣、そして愛知6区伊藤忠彦、復興大臣、そして鹿児島3区大里さん農水大臣落選危機、そして、総理補佐官30区さっきね話題になりましたけど長島さん、そして党役員ということでいうと平井卓也さん党広報本部長が厳しいということで、あとは、まあ、岩手から行くと、まあ、小沢一郎さんと戦っている小沢一郎さんの方が優勢になっちゃった。でさっきも話題になりましたが新潟5区高取さんと梅谷さんですね。でその流れの中で埼玉13区三谷さん、まあ、これ非公認になってるわけですけども、この三谷さんのケースっていうのはまたちょっと公明党のね石井さんが隣の区だったかな、埼玉14区で比例を立って小選挙区でということを初めてやってるんですけれども、いかんせんやっぱりまずいということで、この三谷さんに対して公明は、推薦を出して、そして選挙応援をしてもらってるという図式になります。そして東京に入ると東京1区の山田さん、まあ、影山兄さんと戦っているって話ですね。そして7区丸川珠代さん、そして東京11区下村博文さん、東京17区平沢克也さん、そして24区こう非常に激戦になってますけれども、まあ、萩生田さんも危ないんじゃないかと言われています。そして神奈川に行って神奈川4区山本さん、そして16区吉家さん、まあ、吉家さんちょっと評判悪かったですね。で神奈川20区甘利さん、実はね神奈川見ていくとこれどころじゃなくてもっといっぱいちょっと激戦でどうなるかわからないっていうのがものすごくあります。そして福井2区パンツ高木さんですね。で愛知1区、熊田さん、これ河村隆さんとね戦っているってことで、まあ河村さん頑張れって僕は言いたくなってしまうんですが、そして、愛知12区青山さん、そして大阪13区、大阪19区、そして、まあ、兵庫9区ね西村康稔さんですね。そして和歌山2区、先ほどねちょっと先生とも、前のセッションでお話ししましたけれども二階さんの三男の方が立っているところと、そして、離党して、小選挙区に入ってきた世耕さんが戦っているという話ですね。そして鹿児島2区安岡さんという落選候補っていうね、危ないっていう、まあ、リストの一部なんですけども、はい、これご覧になってどう思われますか？まあいろいろ引きこもごもというかいろんな思いがまあありますね、はい、でやっぱり石破さんを応援した人については私はあんまりシンパシーを感じないというか、まあ身から出たサビだよねと、でそして、まあ、このね裏って書かれちゃってるけど、はい、まあ、とりあえずね裏って書いちゃいけないんですけど不記載なんでごめんなさい。まあでもね、はい、まあこの方々厳しいのは厳しいですよ。でただ、別にこういう自民党の先生方というのは、まあ、本当にずっと政権与党で、まあ、当選するのが当たり前、落選なんていうのは、まあ、ちょっとその新人の時に何回かみたいな、はい、多分そういう価値観だと思うんですよ、だからすごく打撃に思われると思うんですよ、ただ私のように自民党に全く縁がなく、野党あるいは無所属で受かったり落ちたり、人生振り回されてきた、というか、まあ、自分で選んだ道ですけどね、無職になったりはい選挙の半分はそうです。僕議員が半分、浪人が半分ですよ。偉いね。すごいね。という人間からすると、しかも衆議院の選挙って他の選挙は4年ごと、解散ないですから都議選だろうが区議選だろうが区長選だろうが4年ごとですけど、まあ大体 2.5 年に1回は解散しちゃうじゃないですか。つまり今回ダメでも 2.5 年頑張れと、歯食いしばってと、でみそぎ済まして次が出てきたら今度はきちんと党公認で万全の体制で出てこれるわけですから。まあ今回は仕方がないと、また2年後も目指して腐らずにね、必死に頑張ってほしいな、とちょっとこの選挙投票日までの感想としてはちょっと上んかもしれないですけど、いやでもね、しみじみと選挙を戦ってこられる先生の思いも含めてしみじみと今感じました。ただね、自民党は当初は負けても30ぐらいだろうと思ってたらしいんですが、今の票読みの中でいうと60、だから200を割る、そして公明党も10ぐらい割る、そうすると自公で過半数は取れない。もしこれで自公で過半数取れないとなると、即日、石破さんの責任論ということが出てきます。場合によっては本当最短でこれダメだともう立ち行かないということで、石破さんの辞任という話も非常にもうすでに話が、出ています。その場合自民党どうするかということになるんですが、先生どうなると思われますか？いやだからここで自民党が、ここでまたね、バカかバカじゃないかどんどん言ってくださいが、まあ分かるんですよ。もう自分でどうぞお選びくださいと、バカをやめて、高市さんを担ぐか、それ引き続き、バカな自滅を続けるか、そしたら多分有権者容赦なくですね、自民党消滅するまで応援しなくなると思いますね。本当その通りですね。ですから通常の論理展開でいけば、負けてで石破さんが、責任を取って退陣してとなったら、この選挙でも応援演説で頑張り、しかもこの間の、総裁選決選投票で誰もが見ても国民あるいは党友からの支持も一番あった高市さんを総理にする。それだったらまだね、自民党がもう一度生き返るチャンスは残りますよね。党内政権交代をちゃんとやって、で高市さんに変な成虫を加えずに、やりたいようにきちんとやることを、今回主流派だけど今度非主流派になる方々もちゃんと支えてと、いうことになれば、劇的に自民党への信頼、僕も含めてね、まだね、生まれるよね、期待は今マイナスですから、プラスに転ずると思います。だけど石破っちは僕やめたくないもんってダダを超えれると思うんですが、どう思われますか？アメリカでね、バイデンさんが、僕やめないもんって言ったらですね、普段は秋にやるはずの公開討論会を6月にやって、あれやばって民主党側のメディアにも思わせてカマラ・ハリスに変わったじゃないですか。自民党の関係者の、そういうウィズダムっていうやつに期待しますね。だからね、その前の岸田さんだってあんな支持率が 20% 割ろうが何しようが俺はすげえんだっつって、外交行かなくてもいいのに行って。で ATM にお金約束してきて、それでも俺はすげえんだって言ってやめようとしなかったじゃないですか。最後にやめろよと、自民党のためにやめてくれって言ってインドを渡したのは麻生さんでしたよね。ですから今回も石破さんが責任取らないんだったらインドを渡す人が出てこなければいけないってことですね。だけどインドを渡すどころか、そのね、石破さんを辞めさせてもう一度俺がなっちゃおうっていう横島な考えを持ってる岸田さんがいるってことですよね。どう思われます岸田さん？まあ音読みをすれば元伝かなって感じですね。元伝かなって感じです。元伝？岸田が岸です。元伝かなと。なるほどね。はい、わかりました。じゃあ18番よろしくお願いします。はい、自民200議席下回る可能性、選挙区40町で競り合い、終盤情勢調査。毎日新聞は第50回衆院選の特別世論調査を実施し、取材を加味して終盤情勢を探った。連立政権を組む自民党と公明党は15、16日調査の序盤から失速し、過半数を維持するか微妙な情勢だ。派閥裏金事件の逆風を受ける自民の苦戦が目立ち、単独過半数233議席を割り込み、200議席を下回る可能性もある。立憲民主党は公示前の98議席から大幅増、国民民主党は議席倍増の勢いだ。はい、ありがとうございます。先生、どうですか、この数字を見て。今回予想される中では、はい、なかなか味のあるというか、有権者はちゃんと考えて投票してるかな。その有権者の期待に各政党が応えきれていないので、一部残念な結果が、例えば石破さんの選挙区は、鳥取区、石破さんと立憲と共産しか出てないんですよ。なるほど。で、僕なんかとそのツイッター上でやり取りする方の中には、うち鳥取一区なんだけどどうしてくれんだと地獄の選択肢かなって誰かここで立ってくれよみたいな。なんで保守陣営だ、なんかまあ日本保守党でもいいし参政党でもいいし国民民主でもいいし、国民民主ね、という、そういう地方にはね、そういうとこがいっぱいあって。はい、例えばだからブロック比例でも、比例ブロックでも西日本って日本保守党立ててないんですよ、残念ながら。なるほど。近畿からこっちだけで。そうですね。っていうことも含めて、こういう仕方ないから立憲に入れてるっていう人もいるので、今回立憲がこうやって増えるわけですね。そうですね。だから足腰ちゃんとまともな政党がきちんと足腰を強くしていって、全国でちゃんと候補者を立てるようになる、次の選挙、次の選挙ってだんだんですね、この要請が本当の民意を反映して変わってくるんですよ。これだからね、10年ぐらい前のフランスの総選挙に僕は非常に近いと思っています。要するに前は極右と言われていた国民戦線で、それが衣替えして国民連合になって、お父さんのペタンを追放して、娘のペタンさんが、じゃないペタンじゃなくてルペンだ、ごめんなさい、ルペンさんが今当時になっても比較第一党になりつつあるじゃないですか。多分それと同じ状況に似てるなって思いながら、私はこの結果を見ています。ただこれ立憲民主党が票をね、ある程度伸ばすっていうのはもう想定されてたことですけれども、それはじゃあ野田佳彦さんが代表として率いる立憲民主党がいいのかというと、全然いいとは思ってなくて、で要は自民党に絶望した、怒りを持ったっていう方々の票が一気に流れてるってことで、それを民意を各政党がちゃんと敏感に察知して。特に保守政党がですね、察知してくれて、今回これだけしか取れなかったじゃなくって、自分たちが取れなかった有権者、立てなかったから取れなかった有権者をこれから頑張って取りに行くんだと、勇気を振り起こしてね、皆さん挑戦していただく、僕も挑戦したいと思ってますけど、挑戦していただきたいと思います。そうですね。だから与党をね、自民党を自公なんですけれども、今はね、そういう自民党を批判することでしか存在価値のなかった野党っていう形じゃないですか、今まで。ですからそうではなくて、日本国を動かしていくための政策をきちっと作り考える野党にもっと成長しなければ、もうこういったせっかく風が吹いてもまた呆れられてね、ダメですよって話ですね。だから政権担当能力あるのかっていうところがやっぱり僕は一番問いたいと思います、ね。その通りです。その通りです。で、これからの野党に求められるのが、まず今の限界教育の反射的野党じゃなくてですね、要するに自民党がこう言ってるからその反対がいくっていう、自民党が増税って言ったら減税っていう、自民党が減税って言ったら増税っていう、どっちも矛盾があるだろうっていう、そういう政党ではなくって。自民党がどうあれ、自分はこういう政策をやるんですと、そういう自分に座標があって、あえば自民党とも組んだり、組まなかったり、そういう自分がある政党が成長していただかないと。おっしゃる通り、その通りね。で、そういう流れの中で自民党がもう自公で与党が、過半数割れだと。でこれは連立拡大を枠を広げて国民民主を入れないと。維持できないぐらいな話し合いが行われているということなんですけれども、問題は玉木代表がそれを受け入れるかということなんですが、すいません、19番よろしくお願いいたします。はい、門田隆翔さんです。史上最短内閣の可能性が強まり、石破政権を作った岸田、菅、二階、森山の感想を聞いてみたい。永田町では玉木雄一郎主犯説まで流れるありさまだが、次の総理総裁は来年の参院選で絶対にねじれ現象を起こさせない人物でなければならず、高市早苗政権が有力に。岸田、林芳正氏など、美中宏池会政権では自民死滅。はい、ありがとうございます。まあそういうことですよね。はい、だってこの間行われた、総裁選の決選投票では石破さんと高市さんが戦って、で票組っていうかね、党員党友含めて、考えていけば誰もが高市さんだと思った。ところが本当横島な気持ちで。岸田さんだったり、それが票を回して、石破さんになった。その石破さんがこんな低体力で終わってしまったってなったら、当然のことこれは高市政権にするしかもう自民党は生き延びる道はないわけですよね。どう思われますか？いや、本当に、うん、そうなんですよ。うん、前回もそうだったんですよ。そうね、でもまあ、日本の全体のこととか、うん、まあ、党全体よりは、はい、自分の、まあ、派閥とか自分の仲間とか、ね、まあ、自分のことを考えて、うんにまあ、その高市さんを、うん引きずり下ろした人たちが今回、うん、まあ、国民からこういうふうに往復ビンタ食らっても、うん、同じですね、うん、ことをやるのか、うん、それとも、まあ、きちんと出家し直してですね頭丸坊主にし直して本当そうね。だっておかしいんだよね。石破内閣って10月1日に誕生して、9日解散しちゃったわけですから、ほとんど実態がよく分かんなかったんですけれども、国民の共感と納得を得られる内閣だって言ってるんですよ。納得できてます？全く納得できないですよね。わけわかんないですよね。はい、何言ってるかもわけわかんないしね。はい、で、何したいのかっていうこともまだ見えないですもんね。だからもう悪夢の民主党政権だったのかだったのじゃ違うのかもはっきりしてくれと、納得いかないですよね。千葉さんはどう思われますか？石破首相と石破内閣って。いや、まあ総裁選の時からそれはもうずっと変わらないんですけど、はい、何が一体いいのかが全くわからない。ですよね。わからないです。全然わからないです。あの頃から全然わからないです。いや、それで僕は最近石破さんの演説する顔を見ているんですけど、ずっと見てるんですけど、どんどん険しい表情になって、どんどん余裕がなくなってるとわかるじゃないですか。そういう顔がガーンって出てきて、自民党に入れようと思いますか？いや、でももともとこの状況を予想してなかったところが、うん、やっぱり能力の不足を感じるので、なんかバカあ映っちゃったということですよね。だってこうなるの分かってたじゃんって言いたいですよね。分かってたくせにこうなってきたら緊急会議を開いてどうやって俺たち生き延びられるかっていうことを相談してるって、もうこれ小学生のなんか学級会議みたいな雰囲気じゃないですか。そうですね、終わってますよね。まあそしてそういう流れの中で、実は皆さんね、本当に自民党も危機的だけど、驚いたことに公明党の代表ももしかしたら落選ピンチということで、20番よろしくお願いいたします。はい、石井代表ら公明党幹部地元に張り付き、与党への逆風受け。埼玉14区で出馬した石井代表は野党候補と接戦を演じている。公示後に小選挙区候補の応援に入ったのは2日間にとどまる。石井氏は22日も地元で遊説し、埼玉県草加市での街頭演説では、大変なつばぜり合いで、まだ混戦から抜け出せていないと訴えた。東京29区で立候補した岡本政調会長も、他候補の応援を控えて選挙区内の活動に専念している。2009年衆院選では、太田昭宏代表当時が自身を含めた党公認の小選挙区候補全廃の責任を取り、代表を辞任した。石井岡本両氏は就任したばかりで、比例選への重複立候補もしていない、加賀先生です。石井公明党代表が落選危機。2009年、太田代表落選で代表辞任の悪夢最大化。起きてくるぐらい、危機的な状況だと。ということ含めて、さらに自民党のこういう状況の中、自公で過半数割れ。どう思われますか。身から出たサビですね。一刀両断ですね。また、はい。私はその公明党のね、区議会の議員の方々は、やっぱりね、こう宗教を熱心にやられてる方って人がいいんですよ。なんですけど、じゃあそれがそのまま国政で言っていることが賛成できるかっていうと、例えば安倍政権の時の平和安全法制の時の、こう邪魔の仕方で、あるいは、例えば中国に対しても、もう非常にこう、へりくだって、こちらの要求を全く最初から土下座ですもんね。はい、でしないで言ってること、パンダのことしか言ってないしね。はいはい、で、今も例えば、ちょっと別のセクションで出てくるかもしれませんけど、外国人のね、日本の免許証取得、今もうね、東急イントがね、住所なんとかホテル名でパサ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 免許証出しちゃって、日本語も読めなくて、日本語も喋れない、読めないで、住所は東急インでバンバン免許証出して、でもう今交通事故激増してるわけですよ。にもかかわらず公明党の国会議員がね、より外国人に免許の取得をしやすくとか国会で質問してるわけですよ。ふざけるなって。これはね、さすがにどんなに地元の議員さんがいい人でも、自業自得でしょこれはっていうふうに言わざるを得ない。私は国政における、例えば外国人参政権っていうのを一番国会に提案したのは公明党ですからね、そういうことも含めて考え直してもらいたい。いや本当そうなんですよね。これあんまり言ってはいけないんですけれども、やっぱりアメリカ側からそういった一連のその南シナ海であったり、台湾問題であったり、あるいは尖閣問題であったりということで、中国の国際法を無視した暴走がひどすぎるということで、日本側はもっと中国にきちんと毅然と対応しろということで、いろんな形でクレームが入っているんですけども、その中でなんで日本が中国に丸め込まれてんだっていうところで、こんな人たちと付き合ってるからだっていう、なんかレポートとかね、あるいはシンクタンクからも発表されてるんですけど、それはやっぱり創価学会、公明党と連立組んでるから、そういうような軟弱なね、対中外交しかできないんだろうっていうふうにしてアメリカサイドから言われてるんですよね。ですから本来であれば、こういう機会でって言ったらおかしいかもしれない、自公のね、連立の枠組みすら本当はこれはもっと考えなきゃいけないって気がしますよね。そうですね。でなければ、ここから先の日本、中国との問題も含めてきちっとしたね、整理をしてちゃんと対等に付き合う。こんなね、戦果を乗っ取るぞとか日本を火の海にするぞみたいな脅かされて付き合うような関係じゃなくしなければいけないじゃないですか。はい、本当そこ思いますね。ということで、ちょっとね、明るい話題に少しいきましょうね。ということで、日本保守と大躍進というニュースをちょっとやりたいと思います。21番よろしくお願いいたします。はい、衆院選終盤情勢、日本保守党が政党要件満たす可能性。産経新聞社は21日、FNN と合同で行った衆院選情勢調査に取材を加味し、27日の投開票に向けた終盤情勢をまとめた。主要政党以外では、れいわ新選組、公示前議席3が、数議席の伸びを視野に入れている。社民党同一は公示前の勢力を維持しそうだ。参政党同一は議席を獲得できるかが焦点となる。政治団体日本保守党同ゼロは、公職選挙法上の、所属国会議員5人以上の政党要件を満たす可能性がある。島田先生です。日本保守党が政党要件5議席以上を満たす可能性ありとのことだが、全く楽観できない。今は諸派扱いのため討論会に呼ばれない。メディアに透明が出ないなど、様々に不利な条件を課されている。とにかく走り抜くしかない。そうすれば、政策面で他を圧しているだけに10議席以上もあり得るだろう。はい、次も合わせて読んでいただけますか。はい、私が議員になれば国会の場で独自核抑止力の保持を主張する。これまで誰もやらなかったことだ。日本も核抑止力を持ってこそ中国との間で相互核軍縮や平時において核ミサイルの照準を相手領土から外すなど、現実に日本国民の安全を確保する核協議が可能になる。はい、ありがとうございます。いや、島根先生、力が入っていて、最初のね、X では、走り抜いていけば10議席以上あり得るということで、そこまでいきますかね。有権者次第ですね。5議席はね、僕はなんか言っていただきたいし、まあ、いろんなね、各社の、人たちに聞くと5議席政党要件満たすっていうね、その見通しを立てる人って結構多いんですよね。ですからこれちょっと5議席取って日本保守党という政党をきちっとしてね、で国会入っていくってことになると、これは結構面白いと僕は思うんですけどもね。一方で賛成とも頑張ってもらいたいんですよね。この辺、日本保守党の今後ってどういうふうに見られてますか。私は間違いなければ成長していけると思っているんです。ちっちゃな政党で、しかも政治家じゃない方がね、作家さんと評論家の、百田さんと有本さんが党首で、やっぱり政治の世界については若干その素人な判断が否めないんですよ。お二人からしたらね、僕みたいなただの区議会議員が何生意気なこと言うんだと思うかもしれないけれども、政治の世界ではもう国会議員の秘書もやって、もう全国衆参の選挙も知事選も県議選も何選もやってきましたから、でそのいろんな党落党の党が生まれて死ぬところまで何度も見てきたので、その中で間違えなければ成長するんですよ。うまくいった政党としては、いろいろ行はおかしいけど民主党がうまくいったんですね。でいい政党なんだけど、いろんなことを間違って失敗したのが次世代の党、私が所属した政党なんですよ。間違えなければ遺伝子はいいので、この政党は成長します。まあでもね、新しくゼロから作り上げて、そして本当に議席を獲得して、それで政党としての産声を上げていくというね、今まさにね、その日々重ねていくことがその日本保守党の歴史を作っていくっていうことですから、これは大変なねことであって、いろんなトラブル僕はあると思うんですよ。でもね、トラブルないことなんてないですから。だから問題はそこにね、本当に同志がいっぱいいて、じゃあなんでみんなそんな苦労を重ねていくかというと、日本を良くするためじゃないですか。彼らはそのために立ち上がってるわけですから、だから本当に駆け抜けてね、行ってほしいですよね。だから困難とか、組織内のいろんなトラブルとか、当たり前なんで、それを踏み越えていった時に初めて組織が固まるわけですからね。でも今先生言われたように、前を見つめていくことですよね。でその日本保守党、僕らは前を見つめていく日本保守党応援してるわけですからね、ぜひねちょっと頑張っていただきたいということで、これね意外なねちょっと驚きのニュースなんですよ。23番よろしくお願いいたします。はい、日本保守党百田尚樹党首、比例南関東最後の議席を保守党と共産党が争う。保守勝利なら C 数を落選という記事を受けて、これはすごい情報だ。比例の南関東ブロックで日本保守党の小坂英二が勝てば、共産党前委員長の志位和夫が落選するという、これは何としても頑張らねば。加賀先生です。すごい日本保守党参政党への国民人気が爆発。それで比例の志位共産党前代表が落選危機の歴史的展開。これ本当に実現したら大変なことになりますよね。素晴らしいですね。素晴らしいですよね。確か1996年ぐらいから比例でのずっと当選、それだけで当選してるはずなんですよね。ジャイアントキリングですね。すごいよね。これ歴史にちょっと箇条書きで必ず残りますよね。でも共産党は、でも逆に言うと共産党の上ってこういう居座るような幹部だらけだったんだっていうのはもう明らかに分かってるってことですからね。でも本当これね実現してほしいですね。53万票ですかね。はい、それどう思われます？票的には。いや、私はいけると思いますね。いい勝負だよね。というのはまあ南関東なので、うん、まあ簡単に言えば神奈川が小石川連合じゃないですか。なので、うん、神奈川のまともな自民党支持者は実はいい加減にしてくれと思って人多いんですよ。はい、でそういう人たちがちゃんと今回、うん、それでもかわいそうだから自民党じゃなくって日本のためにって思っていただいて、日本保守党に入れていただけると比例ですね、うん、入れていただくと53万で全然いきますね。可能性ありますよね。はい、もうねぜひね皆さんね力を貸してくださいって僕が言うとまた変更報道になっちゃうかもしれないけど、ちょっとこれはね本当に期待したいと思います。でちょっと最後にですね一つだけちょっと千葉さんに読み上げてもらいます。25番よろしくお願いします。はい、燃え尽き症候群が克服。蓮舫氏が再び白い戦闘服をまとって。連日仲間の応援演説、来年の参院選に出るつもりだろうの声も、急にやる気を出したようだ、根っからの政治家だから選挙を見てうずうずしてしまったのでしょう。立憲民主党関係者。都知事選惨敗後、SNS で大暴れしながら引退を示唆するようなことを語っていた蓮舫氏。衆院選終盤になって、突然、かつての仲間の応援に入り始めた。政治家へ返り咲く決意は固まったのだろうと続ける。今、彼女は離党している一般人です。ただで応援に入るわけがない。来年夏の参院選を睨んでいるに違いありません。次は妹分である塩村彩香氏が改選を迎える。投票狙いの蓮舫氏と塩村氏を出したら共倒れするリスクがあるので全国比例に回るのではないか。はい、ありがとうございます。まあ白い戦闘服モードでどこまでも走っていただきたい。でも僕のところには来ないでいただきたいというふうなことで、ちょっとこれでセッション終わりますが、千葉さん告知よろしくお願いいたします。はい。この後はメンバー限定ライブです。ここから先は一般公開では扱いにくい情報に触れます。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。また、文化人放送局 X アカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録お願いします。最後にぜひこの動画のいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。